出番が北海道です。名誉から中野、橋本キックを呼ぶ。ここでジャンプショットは橋本。いいですね。先制点は北海道です、はい、キャプテンの宇都、周りを見て前田ポストアップしていく。橋本が体を張ったプレー。ですね、ああいう姿が見たいですよね。ここギリギリのところ、今のプレーいかがでしょうか。いやー、こういう姿が仕掛けるか。橋本自ら行った。しかし落ちて自分で取っています。上はありません。中野司のスリーポイントショット、ファールもらいました。決まって、今日1本目のスリーポイント。さらにバスケットカウントワンスローところでした。そうですね、ここ打って自分でリバウンド取って、このルーズボールですからね。はい、はい、エナジー感じますよね。ありませんでしたが、はい、その気をついてというのがあります。マブンガ、ここで橋本のスリーポイントショット、お返しです。橋本今日1本目。ファイを呼びます。1個使うか。ピックアンドロールで外に振って、山口のショットは決まりました。スリーポイントショット、これをどう崩すかという北海道ですが、橋本が行って周りを見て、オープンになった中野のスリー、決まった。いいですね、今日2本目。ルッパスですね。はい、はい、ツリゾーン中の桜井から振っていく。北海道はボールをスイングして、桜井のジャンプショット決まりました。いいですね、ここは落ち着いてベテランが決めています。22歳、そして松脇が大卒1年目、23歳のプレーヤーです。名誉のスリーポイントショット決まった。今日1本目です。一旦山口、山口が仕掛けるフローター決まりました。名誉に出す。マブンガとのマッチアップ、橋本のスリーポイントショット決まりました。いやー、いい展開ですね。橋本、はい、2本目のスリー。岡田、田島がつきます。情報カットした。葛原、もう誰も来ない。イージーバスケット。堀山さん、どういったところが。いや、もう狙ってますよね、はい、明らかに、はい、まずはこの後半の入り、ファイパクムールから中野司、中野のジャンプショット出ました。そうですね、はい、そして前田悟が昨シーズンの新人王、今シーズンは松脇がその可能性、さらに北海道の山口も入っています。橋本のジャンプショット決まりました。このリバウンド、このリバウンド北海道取りました。桜井、桜井がプッシュしていく。自ら行くか。桜井が行った。全盛期の桜井を見るのは、これが桜井の先ほどの、ね、なかなかお目にかかれないプレーですけども、はい、情報の3は来ない。田島が行くか。そのまま行ったレイアップシュート、うん、切り裂いていきました。ショットクロックが5秒切ります。山口個人技フローター、うん、バックショット決めました。あそこ決めきるんですね。いや、結構外から見てるとタフショットに見えるんですけど、はい、まあ、彼の中ではタフショットなじゃないんでしょうね。ああいうシュート、難しいシュートを確実に決めますからね。そしてここです。津原が仕掛けに行って中には入りきれない。タフショットになって落ちました。おっと、ここで富山にミスが出た。さあ、津原ゴールした。ファールもらいました。橋本が仕掛けに行って、打ってもいいんですけどね。田島のフローター。おお、最後名誉がダンクで決めました。ここ玉木がしっかりと止めたいんですね。玉木のスリー来ました。今日3本目なんですけど、はい、運動能力が凄まじいですよね、水戸選手は。名誉が自ら行きました。反対なんで、はいはい、もうここはしっかりとファールもらいました。エンドワン。いや、いいですよね。チームファールは両チームともに3つずつ。第4クォーター残り4分30秒橋本のフローターショット決まりました。これは1分15秒田島が行きます。ファイパップムールギリギリのところ残しています。名誉のスリーポイントショット決まりました。これで再び10点差。
パイパプムール決めています。ことによって、はい、しっかりと自分もコントロールしなければいけないんだ、うん、そんな話をしてました ね。そして北海道、右肘の怪我からおよそ3ヶ月半ぶりに復帰しました内田が今コールされましてコートの方に入っています、うん、いや本人も嬉しいでしょうね、うん、なんとか今シーズン中に、まあ、そうです。仕掛ける橋本、落ちて宇都です。あとは試合終了のブザーを待ちまして試合終了です。今シーズンの最終戦97対88で富山グラウジーズが勝利、勝った富山は3連勝でレギュラーシーズンを締めくくりました。オフに入ります。最後まで懸命に戦ったレバンガ北海道富山グラウジーズの皆さんに、ファンブースターの皆さんから大きな拍手が送られています。今日の放送の解説は織茂武彦さんでお送りしてきました。